everything I can to read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、どうもバシヒデです。今風呂上がりです。はい、今日はですね、まあ前説もなくいきなり単刀直入に言うんですけども、部屋の中を防音していきます。防音、はい。で、僕の部屋ね、今こんな感じでね、こういう感じでね、まああるんですけども、はいはい、この部屋でね、いつもあの歌撮りをしたり DTM で曲を作ったり、あとは動画の編集をしたり、あとはまあ趣味の時間ね、映画を見たりっていうね、ことをしております。はい、で、この部屋をね、ちょっと防音にしたいというふうに考えて、もう3ヶ月ぐらい経つんですけれども、いろいろね、考えまして、で、考えたり、まあ他の人の YouTube 見たり、ブログ見たりね、して、いろいろ研究もして、防音にしようというふうに考えました。で、今回はですね、使うアイテム、これ、オーラレックスのスタディオフォームピラミッズっていうね、やつ、色はパープルなんですけども、はい。他にもね、色、チャコールとかね、バーガンディ、ちょっと赤っぽいというか、ね、朱色っぽいのもあったんですけども、僕はね、ちょっと、こう、ブルー系が好きなので、ね、それにちょっと近いのがパープルだったんで、パープルにしました。はい。他のメーカーだとね、ブルーとかね、あと黒とかね、ホワイトっていうのもあったんですけども、ちょっとオーラレックスがね、良さそうだったので、今回はこれをね、サウンドハウスで購入しました。はい。よくね、スタジオとかで見かけますね。こういうのね。こういうのが貼り詰めてあるね。ボイシングルームなんかによく貼ってますね。はい。で、まあ、本来はね、この吸音材を貼っただけでは、そんな防音効果はないというふうにね、プロの方とかは言ってるんですね。で、本当の防音をするにはどうしたらいいかっていうと、まあ、僕んち今これ、ね、壁施工ボードだと思うんですけども、施工ボードに対して同じ重さの施工ボード、だからま、施工ボードに対して施工ボードをもう貼り付けると、さらにというか、まあ、本当の防音効果、になるらしいです。はい。なのでね、こう角材をね、こう打ち付けて、でその上に断熱材的な吸音材をね、ガンと入れて、でそこに施工ボードをバシッと貼って、吸音マットみたいなのもあるのかな、吸音シートっていうかね、そのシートを貼りのこいつをガシッとつけてあげると、もう本当のね、もう防音っていう風になるらしいんですが、今回はね、まずは、考えた結果、僕が、まずはこいつだけにしてみようという風に考えました。はい。これだけでもね、全く無意味かっていうと、なんかね、そうでもなさそうなんでね。うん。多少はやっぱ音を吸収してくれる効果はあるということで、今回はこれをね、サウンドハウスで購入しました。これはね、60×60。ね、縦60。横60の正方形のものでね、値段の方はね、ちょっとまあ高かったです。3万円ぐらいしたかな、3万円ぐらいしました。で、これが12万円入ってるんで、まあ6畳ぐらいのね、部屋にはまあ十分かなというふうに思います。はい、ちょっと思い切ってね、ちょっとスタジオ作りというかね、もっと環境をね、よくいい音でボイシングしたいなというふうに考えましたので、ちょっと思い切ってね、購入して、やっていこうというふうに思ってます。で、今日はね、このね、取り付けのやり方をね、見ていただければいいかなというふうに思います。これね、僕ね、こういった画鋲でつくんじゃないかなと思って、これ今、これね、画鋲見えますか、見えますか、これ、はい、これ画鋲なんですけどね、これでつくかなと思ったらね、これでつかないんですよね。はい、まあ施工ボードっていうのもあるので、スカスカっていう風になっちゃうんだけど、なっちゃうっていうのもあるんだけど、結構これ分厚くてね、そう、画鋲だとこれがこのスポンジ的なものにね、こう弾かれちゃうんだよね、画鋲が。で、ダメだと。で、両面テープを貼ったんだけど、市販のね、両面テープでもダメ、超強力両面テープっていうのを買ってやってみたんだけど、やっぱすぐに落ちてきてしまうんだよね。で、サウンドハウスにこれ専用のね、オーラレックス専用の、まあ、オーラレックスから出ている、これ専用の、両面テープっていうのもあるんですけども、それはね、なんかね、ちょっとコスパが悪い。うん。なんか量が少ない割に結構高いんだよね。うん。で、なんか評価とか見てもそんなようなことが書いてあったりして、で、もしこれでつかなかったら嫌だなっていうのもあったので、今回ね、用意したのはね、
こちら、ね、これ養生テープなんですよ。養生テープと、でこの箱の中に入ってるのが何かというと、開けますよ。はい、これね、なんかろうそくみたいなもん出てきましたよ。これとこれ、わかりますか、これなんだ。これグルーガンってやつですね。はい、グルーガン。まあこれは電 100V のね、電源を挿して使うものなんですけども、これ 100V に挿すと、まあここは熱せられてね、でこの先ほど出したこのろうのようなものを溶かして、でこれが接着剤になるというね、ものなんです。でこれと、まあこのね、養生テープを使って部屋にオーラレックスを貼っていこうというね、今日の動画でございます。それではね、早速うまくいくかどうかは全く分かりません。やってみましょう。 Here we go。 それではね、早速やっていこうと思います。だいたいね、もうつける場所とかは何も考えてません。はい、この辺にしようかな。まあここに電気のスイッチがあるんで、これだけはかわして、この辺にしてみようかなってことで合わしていきます。はい、でここにね、この養生テープでまずは養生をします。まあ本当は水平とかね、いろいろ取った方がいいんでしょうけど、まあなんとなくやろうかなって感じです。このね、電気のスイッチのこのラインに合わせて、なんとなくまっすぐにしてます。まずはね、まずは最初の一歩、一個目が大事、一個目がね、大事ですね。よっ、この養生テープね、こうしたところにこのグルーガンをこうね、乗っけていきます。じゃあグルーガンをちょっと温めたいと思います。グルーガンがね、温まって、中のこれ樹脂ですかね、樹脂がこう溶けてね、出てきたんで、これを養生の方にね、乗っけていきたいと思います。ね、僕が見た動画だと、この粒状のね、ものをこう4つぐらいこうね、してあげるといいみたいですね。おお、体格にやっていくかね、まずね、体格に。さあ、うまくいくでしょうか。うまくいくでしょうか。全く分かりませんけど。もう結構糸引くね。納豆みたいだ。スイッチ付きのグルーガン買いました。はい、Amazon で2000円でした。よし、お、すげえ、糸引いていい感じではない。よし、じゃあ貼っていきます。うわー、むず、おいしょ、お、くっつくかな、どうなんでしょうかね。すぐ乾いちゃうんで、結構早めにやった方がいいね。お、くっつきましたね。ちょっと曲がっちゃったけど、まあ後でこれね、いくらでも直せるんで、はい、養生テープを剥がせばね、
剥がせますから、はい、いいですね。これでちょっとね、すごい予想以上に糸引いちゃって、おお、こんな感じだね。さあこれでね、明日の朝落ちてこなきゃいいけど、はい、って感じでね、グルーガンで今1個目つけれました。じゃあこのままね、何個かつけていこうと思います。片面できました。片面なんとか、ちょっとクオリティ低いですけど、片面できました。もう反対面もやっていこうと思います。コツはですね、養生テープの上にだいたいお米の粒、ちょっと大きめのお米の粒を想像してもらえればいいと思うんですけど、だいたいそんぐらいのね、玉を一つの1枚の養生テープに4つぐらい乗っけてあげて、ですぐにね、こうかぶせてあげる。そうすると意外ともう落ちません。今これ2箇所だけ止めてるんですけど、4箇所じゃなくて2箇所だけ止めてるんだけど、もう落ちてこないので、はい。でさっきやってたら1箇所だけでもね、全然落ちてこなかったので、だからこれでもう大体こう位置は決めれますから、はい、っていうね、やり方がおすすめです。はい、かなりの高熱になって、出てくる樹脂とかもさっきちょっと火傷しちゃったんですけど、かなり高熱のものなので、取り扱いは注意が必要です。はい、というわけで完成しました。完成、やっと完成しました。こんな感じですね。はい、こちらのまず壁にこういう感じで貼っつけました。で反対側ね、反対側にもこういう感じで入れて、まあ、電気のスイッチのところは切り込みを入れてですね。で、あと、こちら、出入り口ね。出入り口のところにもこういう感じで、つけてます。本当はね、ここの出入り口にはね、なんか、吸音ペットっていうね、吸音材。なかなか評判がいい吸音ペットっていうのを取り付けようかなーって考えてるんですけども、ちょっと、今は取り急ぎ、これで。やっていきます。はい、はい、でね、今つけた感想なんですけど、もうだいぶさっきとね、もう声が違うのがね、耳のいい方はわかるかなと思うんですけども、はい、もう全然さっきとね、声の響きがもう部屋の中で変わってます。はい、例えばさっき泣き流って言ってね、やったんだけど、もう全然響いてないです。響き方が、まあ響いてるは響いてるんですけど、響き方がもう違うね。うん、結構ね、日光東照宮の泣き流みたいな感じでね、結構ね、こう響きますね、やっぱね。はい、もう高い音がね、なくなってるって感じ。パチンパチンっていう、なんかちょっとこうリバーブっぽいというか、ディレイというかね、まあリバーブかな、リバーブ感が ほとんどなくなりましたね。はい、ほんとこうなんか音が圧縮された空間の中にいる。で、ほんとボイシングルームの中にいるような感じ。まあボイシングルームだともっとね、こう狭いと思うんで、まあ一般的なね、僕の知ってるボイシングルームもほんとそんな大きいのは知らないんですけど、に近い感じ。うん、そこまではね、圧縮っていうか、こうコンプレッシングされてないけれども、先ほどよりはね、だいぶ音がこうギュッとね、こうなんていうかな、タイトになったっていうかね。でここでね、またいろいろレコーディングをしたりしていこうかなというふうに思ってます。ちょっとね、まあ紫色なんでね、
なんか結構メタルな気分になりますけど、はい、まあとりあえずはねいいかなという感じですね。はい、今日はですねオーラレックスのサウンドフォームピラミッド型ねをつけて、見ましたということで、はい、しばらくはこの部屋でねいろいろと作業をしていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。はい、ちなみにね今喋ってるのが何もつけてない状態なので、まあ、この後お見せするビフォーの状態になりますね。はい、でね、今つけた感想なんですけど、もうだいぶさっきとね、もう声が違うのがね、耳のいい方はわかるかなと思うんですけども、はい。